では2017フェブラリーステークスを見ていただきます。まずは出場としている有力馬からご紹介させていただきます。サウンドトゥルー、カフジテイク、ノッコの夢、モーニン、ベストウォーリア、コパノリッキー、こういったメンバーが出場予定しています。この中ですとやはり実績的にはサウンドトゥルーではないでしょうか。千馬の7歳となりますけれども、昨年はチャンピオンズカップを見事1着アウォーディを差し切っています。ただその後に東京大賞典で3着、さらには川崎記念で2着ということで敗れてしまっています。当初はフェブラリーステークスは回避する見込みでしたけれども、川崎記念2着ということで、その後に受けてですね、急遽参戦が、予定されております。このあたりがローテーション的にどうかという心配はありますけれども、やはり3着以内を外していないという安定感が非常にある馬になります。続いてはカフジテイク、オスの5歳馬です。この馬は、ネギシステークスを見事後方から差し切っての1着となっています。その前のチャンピオンズカップでは距離の不安がありながらも、後方から進んで4着まで押し上げています。さらには同じ舞台武蔵野ステークスですね、東京のダート 1600m でも3着ということで、非常に最近安定した素足が光る馬になります。ただこの馬は、前走タッグを組みました福永騎手が落馬負傷のためにまた騎手が乗り代わりというところが、非常に不安な点として挙げられていますけれども、どうでしょうか。さらにはノンコの夢、ノンコの夢は昨年の、このフェブラリーステークス2着馬になります。3歳児はですね、ジャパンダートダービー、ユニコーンステークス、武蔵野ステークスなどといった形で非常に安定した成績を残していたのですけれども、その後ですね、柏記念4着、帝王賞2着の後に去勢放牧をされました。秋に戻ってきてからは JBC クラシック4着、チャンピオンズカップ6着、東京大賞で4着ということで、まだ勝ち星が挙げられていません。そろそろ復活が期待されますが、いかがでしょうか。さらには昨年の勝ち馬モーニン、フェブラリーステークスまでは、非常にトントン拍子で勝ち上がった馬だったのですが、その後柏記念で8着、休養挟んで日本テレビ杯2着だったのですが、その後の武蔵野ステークスとチャンピオンズカップは7着にそれぞれ敗れております。連覇がかかるレースとなりますけれども、昨年のように状態が上がった形で臨戦できているのでしょうか。それから7歳馬になりますが、ベストウォーリア、前走、カフジテイクが勝ちましたね。ネギシステークスでは2着でした。ただこの馬に関しましては、フェブラリーステークスにもこれで4年連続の出走となりまして、着順が4歳児13着、5歳児が3着、6歳児4着ということで、毎回非常に安定している形で、臨戦しています。今年も、やはり侮れない一頭ではないでしょうか。そして最後はコパノリッキー、2014年15年とフェブラリーステークスを勝った馬になります。昨年は3連覇がかかったレースとなりましたけれども、7着に敗れています。ただしその後ですね、柏記念を1着、帝王賞1着、さらにはマイルチャンピオンシップ南部杯1着ということで、復活を印象付けました。ただその後は、JBC クラシックが7着、失礼しました、5着ですね。その後がチャンピオンズカップ13着、東京大賞典5着ということで、また成績が下がってきてしまいました。こういった、メンバーが出走ということで、非常に楽しみなレースとなっております。それでは先生、解説をお願いいたします。はい、それでは私の方から進めさせていただきます。今年はですね、軸になる馬がなかなか難しく、かなりの混戦ムードですよね。まあ、近年こうダート界では大体こう、まあ主力になっていくような馬、まあ、1番人気2番人気になっていくような馬っていうのは、まあ、ある程度こう見えていたんですけども、まあ、今年もですね、まあ、出走している馬に関しては実績馬が多いんですけども、なかなかこう先ほど話ありましたように金層のね、成績が伴っていない馬が多いので、まあ、1番人気も何になるかわからないぐらいの、まあ、混戦ムードですね。はい、まあ、そういった意味でもね、非常にこう面白いレースになるのかなと思っていました。昨年は、まあ、モーニングが1着、ノンコの夢が2着、3着がアフカのロマンということで、まあ、1着になったモーニングがですね、フェブラリーステークスを制した後、まあ、その後の実績が伴っていないということで、やはりあの昨年はですね、ちょっとこう特殊なレースになったと思っていますね。まあ、雨が残って、まあ、重馬場というふうな競馬場で行われましたので、
まあ、大体このレースに関しましては、距離短縮馬がね、非常にこうステップとしては優勢なんですけども、まあ、昨年の思うには、ネギシステークス 1400m からの、まあ、距離延長ということでの一着でした。まあ、雨が残った方法で、まあ、スピードが生かされる競馬になったということが非常にこう大きな要因だと思いますので、まあ、このレースに関しましての例年通りの傾向、距離短縮馬ということで、まあ、基本的には見ていきたいと思いますね。まあ、モーニーはね、昨年勝って、まあ、今年もある程度注目はされると思うんですけれども、昨年はちょっとこう特殊な馬場だったということでね、ワイリーって考える必要があると思っていました。はい、あとはですね、ポイントとしましてはリピーター色が非常に強いということですよね。まあ、今モーニーがね、昨年1着なので今年も出てますので、まあ、リピーターということで狙い目立つというふうなことにもなるんですけれども、まあ、このレースはですね、もう過去10年、見ましても、非常にこうリピーター色が強い、2回、連続ですとか、また昨年で、3着以内に入った馬ですとか、まあ、そこら辺含めますとですね、実にこの10年で7頭もの馬がですね、2回以上3着以内ということで構想していますので、やはり非常にこう特徴のある東京のダートの 1600m ですから、この適性というものが非常にこう色濃く出るということはね、一つ覚えておきたいと思いますね。まあ、ですから血統的な傾向も非常にこう出やすいですね。まあ、代表的なもので言えばゴールドアリュール3区ですね。まあ、2014年、まあ、ご記憶にある方多いと思うんですけども、16番人気で1着という、あっと驚く、大満馬券を出しましたコパノリッキーですね。まあ、この馬もゴールドアリュール3区ということですよね。まあ、非常にこのゴールドアリュール3区に関しましては、人気以上にね、着順を上げている馬、また3着以内に来ている馬多いですから、この血統には今年も注目したいと思いますし、あとは、まあ、ブライアンズタイム3区のね、血が入っている馬も構想傾向ありますので、そこら辺のやはりこのダートの芝でいうディープインパクト金亀、ダートでいう、ゴールドアリュール、そして今言ったブライアンズタイムというところは、やはりチャンピオンレースですから、レース格が上がれば上がるほど注目しておかなければいけないと思います。はい、あとは先ほどモーニーの時にも話をしましたけれども、過去3着以内に入っている馬のほとんどの馬のね、臨戦は距離短縮の臨戦になっています。東京のダート 1600m は、単にスピードだけではなく非常にこうタフなレースになって、まあ、スタミナも問われますので、そういった距離が長いところを経験して、経由してきている馬のね、最後の 100m、200m のところの粘りということで、やはり長い距離から臨戦してきた馬の方が、いいと思いますね。はい、あとはですね、まあ、非常にこうダートのレースは中央競馬だけではなく、地方競馬の方もたくさんありますので、まあ、そういった年末川崎記念ですとか、東京大賞典ですとか川崎記念ですとか、この年末年始に非常にこう地方の方でも大きいレースがありますので、そちらの方からのね、臨戦してくる馬も多いんですけれども、まあ、そこでの、着順ということももちろんなんですけども、そういった馬がね、中央競馬、中央競馬開催の、ダートレースで、まあ、どれぐらいの実績を残しているかっていうところのふるいもね、大事になってくると思いますね。やはりローカルだけで好成績で主要に来て全くというところの馬もこう結構おりますので、やはりそのレースの流れるラップですとか、もしくはその頭数ですよね。やはり多頭数ということでの中央競馬で揉まれた時の不安ですとか、また逆に多頭数での勝負強さですとか、そこら辺やはり中央競馬の実績ということを重視してほしいと思っています。はい、最後に、今年もですね、芝で、地馬実績あるような馬が出走してきておりますね。まあ、こういった馬の扱いをどう見るかということなんですけども、やはり昨年も話しさせていただきましたけども、今年も軽視ということでいいと思います。まあ、顕著な例としまして、まあ、2013年ですね、カレンブラックヒルが一番人気に支持されたと思うんですけども、
芝の東京 1600m の地は NHK マイルカップの優勝馬、また毎日王冠ですとか、非常にこの東京の中距離の芝のレースで、かなりこう実績がある馬でしたので、その年、まあ、ダートで一番人気ということに押されましたけれども、まあ、15着に大敗ということでしたので、やはりその芝とダートのレースラップ、もしくはその馬群を包まれた時のその砂の飛ぶですとかね、レースを行う上でのその進路ですとか、そういった面ではもう芝とダートのレースは、まあ、あの上の条件になればなるほどもう全くこう異なる歴史になってきますので、今年も軽視でいいと思います。はい、そうすればですね、現時点での注目馬ということで1頭挙げさせていただきます。はい、臨戦も非常にこういいですし、まあオッズが、ね、割れると思いますので、まあ、どれぐらいまで、オッズが、人気が割れてこの馬が、期待値が高くなるかまだ見えないんですけれども、非常にこう例年の構想傾向と合致しているんですけども、おそらくそこまで、ね、人気にならないと思いますので、こちらの馬を現時点の注目馬ということで、推奨したいと思います。私の方からは以上です。現時点での注目馬は無料メールマガで配信します。まだご利用登録をされていない方は YouTube の動画説明文の先頭にリンクを貼ってあります。そちらからご登録ください。無料メールマガでは週末になりますとフェブラリーステークスの出走馬全馬診断を行います。さらに今年からスタートした新企画ジグ鉄板馬も無料でご覧いただけます。無料メールマガまだの方はぜひ登録して無料情報をゲットしてください。最終決断につきましては有料重賞メルマガになります。有料重賞メルマガをご希望の方は同じく動画説明文の中にリンクを貼ってありますので、そちらからお申し込みください。それでは2017フェブラリーステークスを見ていただきました。失礼いたします。